ていきます。やらしてください。スノーです。持ってた俺ちゃんとドリキャスで。いや、なんかやりたいなと。普通のゲームばっかやってて、一つこの手のビジュアルアーツ NEC インターチャンネルだったな。さっきはこの手のゲーム一つね、コンスタントに上げていきたいなと思ってて。スタジオメビウス、やっていいっすかこれ。いいぞスノーは。ノベル系のゲームってやっていいのかどうかちょっと迷うところあるけれども、まあもう17年ぐらい、持ってきた17年ぐらい、8年ぐらい前のゲームです。もはやこれは古典でしょう。でもみんなに知っておきたい、スノーと、みんなに知っておいてもらいたい、このスノーという伝説のゲームがあったということを。伝説とは言わんかもしれんけど、もちろんパソコンからの移植だからさ、18禁じゃないよ。刃物やおら始めてしまおう。18禁じゃない、そういう要素はないけど、それ抜いたとしてもこれはもう間違いなく名作と言える、スノー。ただ全クリはしてない。白、これが名作だっていう、そういう部分に触れただけで、これはもう満足してもうやめちゃったんだよね。なんでか目の前が真っ白だ。一年中この村は雪に覆われて、このゲームの実況は淡々としていくよ。どうしてここだけ雪がずっと降っているんだろう。雪が降ってる、景色の長さがて、それはね、昔とても悲しいことがあったから。誰かの言葉、これ飛ばせんのか。悲しいことがあった、多分この辺のはね、すごく大事だから、ここはすごく大事だから覚えておいた方がいいぐらいだよな。まあずっと白いまま喋らん方がええんかな、こういうところって。ひたすら字の文読んでた方がいいのかな。何もかも埋め尽くされていく雪ね。昔雪の降る町に住んでたからね、小さい頃は。雪が懐かしいよ。閉ざされた白の世界。びっくりするわ。女の子、この手の頃、髪の頃、こういう感じが昔の絵って感じがするけど、今の絵もそうかな。まあいいや、語るまい。これ大変なんだよ、描こうと思ったらさ、いちいちさ、めんどくさいんだよこれ。めんどくさいって感じ。絵の描き方じゃないんだよね、CG との半々みたいな。人の描いたものじゃないみたいになっちゃう。待ってくれ、俺は誰だっけ。父上にもまだ見せたことないのに。何を、この先を父上は見たことあるんじゃない。どうやって子育てするって、そう言ったらよ。思い出したぞ、俺は出雲、誰だよ出雲かなたって。俺の名前じゃないぞそれは。目ボイス出力がオフになる。ボイス出力がオフになるのが気になるな。名前呼んでもらえるのかね、もしかして。それはちょっと呼んでほしいね。そんでもって、せっかく石をどけて助けてやろうとしているのに。石をどけてくれんの、まあありがてえけど、そんなちびっこに石なんかどけられるものではないかと思いますけど。ここにはいとこが経営する温泉旅館の手伝いに来たんだった。温泉旅館いいですね。わざわざのパンツを見るなんて。この声多分、まあ多分って言う、皆まで言わんのことも分かろう。おそらくでないな、間違いなく金田智子で。俺どうなったんだ。確かバスでこの村に着いて旅館に向かっていたはずなんだが。うるせえ。うるせえ。若干 BGM が主張しすぎてる気がするな。ちょっと BGM を下げます。こんなもんかな。
これの調節をなんかうまいことさっきいかにもいかにもこの動画の入りはね初めて撮って始めたみたいな感じのしたけどね、いかにもなんかこうおもろに CD 入れていきなりやおら撮り始めたみたいな感じにしてしまったけども、実はちょっと2、3回撮り直してる、2回ぐらいね撮り直して音の調整してた。どうもね、なんか微妙にね声がすごく小さかったりいろいろ設定が難しかったですけども、今はバッチリじゃないかな。俺の喋りの声とこのキャラクターの声が同じぐらいで、 BGM はあれで下げてた。この設定うまくバッチリやったために他のゲームでやった時にすごい違和感が出るかもしれない。例えばニューニューとかやった時にね、大丈夫かい？そんな喋り方しない、子供はそんな喋り方しない、感覚がない。何がどうなった？ピクピクしてるのじゃ。ピクピク。うん。お、血がいっぱい出てるのじゃ。俺は一体どういう状況なんですかね。さっきより余計ひどくなった気がするのじゃ。この手のゲームにありがちな意味深な冒頭のシーン、主人公死ぬみたいなところから始まるのはありがち。湯の花でもそうだった。どうしよう。もうこの辺はあんまり使い古された、なんていうんかな、スクリプトというか、どうしよう、シナリオって言わないな、なんかそういう風な語彙のボキャブラリーの少なさがちょっと露呈してるけども、遥か昔この空には竜が存在した。竜は天を司る姫。ある日、地の男に恋をする。だが、それは叶わぬ恋だった。竜は地に雪を降らす。何もかも真っ白に覆い尽くしていく。地にいる男への思いを断ち切るように。読んでは見たけどもだな。地にいる男の思いを断ち切るために雪を降らし続けるって、まあ意味はよくわからんよな。意味はよくわからん。雪で真っ白っていうの。でもまあ銀世界っていうか真っ白の世界っていいよね。あ、オープニングだ。アンマンは命の源だよ。スミの雪月スミの。ただけ悪撲滅運動なのだ。日和が朝日が俺の中の思い出のキャラクター、朝日があるよ。緑髪のキャラクターも悪くない。北田としぐれ、全然何の思い出もない。抱っこするのじゃ。和光王家、いい季節に何度立ち止まった、うろ覚え、信じてる、ただそれだけでいい。うるせえ、多分思ってる。動画の向こうで見てる人が分かってる。もう見てる人がもう絶対言ってるのが分かってる。言わなくていい、ただ曲を聴かせろって思うんだろ。それはさせねえよ。なんだっけ、二人の足音みたいな、足音みたいな曲名じゃなかったっけな。ちょっと待ってよ、 Google Chrome で調べるから。永遠の輪廻は繰り返される。さっきのオープニングと違うでしょ。オープニングはその
開始の画面とこんなのがあるんですね。さあこれ一体何なのか。クリスマスツリーじゃないかな。スタジオメビウス作詞の作曲は高瀬和也ね。アイブのもう片瀬北海道出身、8月8日できますね。歌歌ってるのは松沢由美というね、まあこのスノーって曲なんでね、俺がもうくっちゃべってていやがましいわって思った人は検索してください。 YouTube できっとある探せばあるんじゃないですかね。木魚の音が、誰かが泣いてる。天井とかずっと見てたら怖くなるよな。こんなことなら旅館の手伝いなんて頼まなければよかった。基本的にあの字の分喋ってるとこ飛ばさないでいきます。私がこの村に呼んだせいで。まあドリキャス版のスノーなんてもう本当誰が持ってんだよってレベルだと思う。誰が今さら持ち出してきてやるんだよっていうレベルだと思いますけどもね。ドリキャス版だからいいっていうところはそんなにないと思う。やっぱりね、あのエロゲーだから元が。びっくりするわ。なんぞ。生き返った。うるせえ。面白いな。これって一体誰か誰か隠し脱ぎ、ちょっと落ち着いてくれ、落ち着いてくれ。これって何をしてるんでしょうか。お掃除機を。スノーアニメ化しねえかな。今不意に思った。アニメ化すればいいのに。カナタちゃんのに決まってるじゃない。喋り方がカナタ、普通にあのカナタって言っちゃってくれてやってるね。やっぱりしゃあないね。俺はもう出雲カナタって名前でいきますわ今回はね。全然新しいと似ても似つかない名前だけど、アザシちゃんって言われてもね。なんで俺の葬式なんか。落石事故が起こってそれに巻き込まれたからよ。親族呼ばれてないのか。ひっそりとこの村でやられる程度の人間関係や。うわだあ、そうだった。俺何かやっちゃいました。じゃあ俺死んだ。読む必要あるかな。バカなというか俺生きてるし。幽霊じゃないの。喋りができてない。タオキが足を出す。足これいつぐらいのあれなんだろう、世界を時代を描いてんだろうね。現代だと思うけどね。でも現代でも十何年前ってなってくるとやっぱ死んでいなかったの。もうやっぱ古いよね多分いろいろなものがね。いやだって俺すこぶる元気だし死んでないんですけど。俺は声優にはなれない。自分の声は嫌いではないけど演技ができん。へわ、ね、かなたちゃん包帯男だな。胸が苦しい。お医者さんが死んでるって言ったのよ。医者の目は節穴か。ふがふが。よかったよかった。いい人そうです。苦しいが温かい。まあ、もぞもぞ動く胸の感触を、おっぱいの感触を味わわせていただこう。あら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 やん。こんなのあなたちゃんこんな実況してるというのは人には見せられんな。ハングルチュ。この時代はなんかあの
なんか殴られて吹っ飛ばされてる時になんか奇妙奇烈なことを言えばウケるみたいな、そういう不思議技でした。いいのよ、かなたちゃんももうそんな年になったのね。胸が縮んでないですか？胸が、あれ、前に会った時はこう、さっきの CG ではすごくふくよかな感じでしたのに、あらあら、しぼんでないですか？かしこもちっちゃくて、ちっちゃくて、あらやー、拳を振り上げ畳を叩いた。おお、怖い怖い怖い、あらら。でも個人的な話だけど、目細い人好き。目が、ね、最近っていうかアニメの絵ってさ、目でっかいじゃん、ビシッとこうなんか見開かれてさ、死んでいなくて、なんか大きい目玉見ると恐怖感を感じてしまう。なんつうんだろう、目玉恐怖症みたいな。なんかそんなもの。でも目細い人の方がなんか好きな感じなの。ここまでもうほぼ棒でもまあいいぐらい。現実だとどうだろうな。現実でもなんかいかにも西洋顔みたいなのよりは、うん、切れ長の目の方が美人とされます、アザラシ世界ではね。そうよ、佐伯つぐみよ。そういう美醜のあれに関して言えばね、時代によって移り変わるものだから、江戸時代の美的センスと現代の美的センスまた違ったりするでしょ。まあ、そういう意味では、まあ、ここであったのよ。なんだろうな、テンプレ顔みたいな、いかにもありそうな風俗みたいなのでありそうな顔よりは、なんか素朴な顔の方に惹かれるみたいになるんじゃないのかな。覚えてる？で、今度は素朴な顔がなんか世間でバッコすると、今度は目がまだバキッとでかいような、チワワみたいな顔。そう、目でかいとなんかチワワを連想するんだ、チワワ。あらあら。チワワ連想するとなんか全然可愛く思えないんだよな。でも、まあ、チワワも可愛いっつって飼ってる人たちがいると思いますけどね。ね。やべ、全然読んでなかったセリフ読むつもりだったのに、トークに熱中していた。え、火葬場に連絡しなきゃ、生き返ったから燃やさなくていいわって。そうだね。あらあら大変、今頃待ちわびてるわ。待ちわびてる、怖いって。ぐー、あら、お腹空いたの？空いたでござる。何かめちゃくちゃ空いてる。あら、そうよね、事故に遭った日から何も食べてないものね。つぐみさんはあれでしょ、いとこでしょ、ワンチャン結婚できるんじゃないか。つぐみさんと付き合っていこう。しっかりしてそうだし、ままだった。個人的にあまり胸がないところも好みです。あと目が細いところもいいんじゃない。このキャラでいこう、お葬式用に手配したのよ。前髪パッツンなところも好みです。前髪パッツンキャラが好き。そこまで一緒に行きましょう。多分それはあれなんだ、ときメモあたりから引き継いだあれなんだな。イニシエのなんかこう性癖が前髪パッツン好きに。ほう、部屋の外はこうなっているんですか。全然覚えてないのね。キャラが違う。かすかんだけどやっぱりほとんど覚えてないな。階段降りるから声が若い方がいいな、ね、若い声がいいな、若い声じゃないとこうあーとか言ってるけどな。何歳ぐらいの主人公の年齢として取ればいいのか。1階よ。ロビーはこの渡り廊下を渡った本館にあるから。分かった、じゃあ私はここで。でも声優さんとかもあれですよね、結構年のいった方も、年を召された方もですね、ゴキブリみたいな髪型だな今気づいたけど。若いねキャラクターに声を当てたりするから、俺だってね頑張って若い声出そうと思って出せるのかな。わからん。おお、広い中庭があるぞ。大泉みたいな喋りに行こうか。うー、寒かったー、しーしーとお寿司とやらが美味しいのじゃ。さっきの砂利ガキがいるじゃねえか。砂利猫もいるじゃねえか。はい、シャモン。黒い緑色のついた赤いお魚。マグロっつうな、それ。ふるー。もう卵がないのじゃ。つまみ出せ。にゃにゃにゃ。つまみ出して、この砂利ども。そっちの桶の中にまだ入ってるぞよ。なんだ？
誰かいるようだが。おいしいのじゃ。この顔どっかで見たことがあるぞ。よくネットのよく2ちゃんの掲示板に出たあれか、あの天ぷら食う猫じゃねえか。天ぷら食う猫の顔をしてる。サクサク天ぷら食う猫の顔をしてる。そのネタ、そのネタ誰に通じる。バッチーな米が、米が顔に、カメラに、カメラに米が。猫、お前米粒吐き出すなよ。幽霊か。幽霊は人には見えないんじゃないか。幽霊じゃ。もう時間が、時間が21分差してまろうとしてる。ちょっといいところで切るよ。わらわの番組だからじゃ。じゃあここで、じゃあここで切っていきます。スノー実況パート1でした。いやこれ続けていくからね。続けていきます。次回パート2からいきますので。ほなまた。